えー、以前、あのー、水の中に人がいたとか、まああのー、人が釣れる淵だったかなっていうタイトルで鳥階段を、あのー、上げたと思うんですけど、えっと、その方から、あのー、よくわからないものが見えた、はたまた見たというお話が来まして、以前ね、その話も一緒に。 するのかなと思ったたらま,たまたの機会でっていうことで今回お話しいただきましてその人っていうのがあのー、よくね山の方に渓流釣り行く人なんだけどまああることが起きて行かなくなってしまった今では海釣りしてるよなんてお話をいただいたんですよねある日にその夜中ですね海に釣りに行ってまあ沢を倒らしてて 何人かでボケーってしたみたいなんですよねしばらくすると遠くの方で大きな叫び声というかよくわからないこれ人の声なのかな、うん、はたまたなんかそういう風とか波の音で何か聞こえてるのかなまたはあの船の汽笛というかああいう音なのかなってみんなでそれを聞いてて思ってたと誰一人口に出さなかったみたいなんですよね少ししたらまたわーって 叫び声だなこれ人が海で溺れてるわけじゃないよなでもまあ自分たちがいる場所から見えるものなんて何一つない <noise> うーんなんだろうな聞こえた横の人に言ってでも聞こえてるけどなんだろうなしばらく前これも聞こえてるよな <noise> うん分かんないなそうこうしてるうちに一人の人が「あれなんだろうねどれ?」 ほら真、まあ、正面なんかあるじゃんああ真っ暗だった海に一つ青白い光がフッて浮き出たって言うんですよ何だろうまあ船だろう、多分あれ船の距離か遠近感がちょっとよくわかんないんですよねその人が言うには結構そばにあるっていうでもその人があのー、このリスナーさんが見た感じでは遠くに見えたって言うんですよはたまた灯台かな でも、あのとこ明かりなかったよな。真っ暗ですよ。それがだん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 と、左行ったり、右行ったり、はたまた消えてみたり、消えたと思ったら、他の違う海面からまた出てきてみたり、あれなんだろう。で、あの、イカとか、えっ、ー、と、それにちょっと詳しくないんですけど、あの、光る生物が海にもいるじゃないですか。ああいう感じの何かなんかな、っていうお話をしてて、うーん、でも、空中なんだよね。 ずっと空中浮いてるんだよだから遠くの船が見えたと思ったんだよね何なんだろうこれはもう3人ともそれを凝視してておいなんだなんだってなってる間にその光がだん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 こっちに近づいてくるのが分かった気づく頃にはその光が海面に反射してるところまで来てる結構でかい光なんですよバスケットボールよりでかかったって言ってましたねスーッてきて自分たちの目の前まで来て 降って、右に曲がって、砂浜の奥の方に小さい林があるみたいなんですけど、そっちの方に入ってて消えちゃった。要は見えなくなってしまった。なんだろう。見に行ってみるか。行ったんですよ、その人たち。行って、そこにとあるお墓というか、お墓みたいなもの。見ようによっては何かの石碑なのかな。でも苔蒸してる。なこれさ。 前回の山で見たあの縁で子供を見ただろうあそこにもなんかお墓だかお地蔵さんだかあったよなやめろよそういう話あと今さこっちの方に飛んできて見えなくなって消えちゃったじゃんああややめようかやめようか3人ともその釣り場に戻ったんですよね戻ってそこでまた気持ち悪いことが起きて戻って釣り 釣竿をまた垂らして降ってまた見上げたらまた同じ光が向こうからこっちに来るっさっきと同じもんだなんだろうさっきと同じのが向こうから来る勘弁してくれよだん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 こっち来るさっきは目の前まで来たのにその光はやっぱりちち近くまでそまではあの来るんですけどまた右の方に降って曲がって。 さっきの林の林方に消えてっちゃうもうそこに戻る勇気がなかったと見に行く勇気がなかったとその3人ともその時間帯えっ、ー、とおよそ0時過ぎかなあたりの時間帯でもう差を締まって車に戻って車で寝て朝帰ったっていうんですよでその話を鳥さん聞いて鳥さんもねあの小さい頃に海で変なもの見たことあるんだよ このねお話をしたんですよ。またその鳥さんが見た、見たというか、見たような気がしたと言った方がいいのかな、えー、とそのお話は後でしますのでね、はいえー。ある夜の海、釣りを敷いた3人の前に現れたよくわからない光の玉のお話です。